はいどうも。はいどうも、楽しい食本の時間ですよ。今日はですね、ちょいとありましたね、浅草に来ておりますね。浅草ですよ。この間さ、以前さ、馬族さんですよ、馬族餃子、手打ちの餃子、すっごい美味しくて、もうすっごい美味しくて、いやこれまた食べたいなと。で、麺、チャーシュー麺頼んでしたっけ、頼んだんでしたっけ。で、出るときに一番出てるの何ですかってお伺いしたところ、担々麺ですよと。あら、担々麺でしたか。その担々麺食べたいなと思っておったので、唐揚げ頼んで、唐揚げもなかったんですよ。で、今日唐揚げがあるかどうか分かんないですよ。この間準備できてないみたいなお話だったので分かんないんですけど、時間帯なのか何なのか分かんないですけど、もし唐揚げがあったら、唐揚げもどんな唐揚げかあるか分かんないんですけど、頼んで唐揚げ食べて、担々麺一番出てるやつ食べて、でも大好きなあの餃子を食べて、来たいと思います。浅草の馬族さん、今日もめちゃめちゃ楽しみです。行ってきます。チンチンチンナポイマンチョコレットのチョコリパイプチンナマンメ。
チンチンナポインマンチョコレットチョッコリパイプチンナマンメンニチョリパイプチンナポイポイチンチンチンナポインマンチョコレットチョコロリパイプチンナマンメンニチョロリパイプチンナポンポンチンチンチンナポインマンチョコレットチョコリパイプチンナマンメンニチョリパイプチンナポイポイチンチンチンナポインマンチョコレットチョコロリパイプチンナマンメンニチョロリパイプチンナポイポイチンチンチンナポインマンチョコレットチョコリパイプチンナマンメンわちゃが言うんだ。ごとしらほんまとちゃかちゃちゃまこといちずのまこといちずのきれいな心それさあさあとどんとどどんとどんとどんとよろんおんどでひをはるかに明け渡りじゃかちゃちゃ朝日に燃えるサンゴ礁じゃかちゃちゃ自然の恵み開きつつじゃかちゃちゃ明るく進む我が世論ああああこの空にこの海にみんなの夢が溢れてるじゃかじゃじゃ港に聖域の声すればじゃかじゃじゃ畑に君の茂る歌たまらす汗も美しくじゃかじゃじゃ豊かに伸びる我が世論ああああこの島にこの土に誠の花が咲き香るじゃかじゃじゃ名残もゆかしい城の跡ちゃかちゃちゃ憧れ寄せる百合ヶ浜ちゃかちゃちゃ昔を忍び今を知りちゃかちゃちゃ心を結ぶ我が世論ああああこの町にこのお里に輝く明日がまあ。はい、行ってきました。いやいやいや、やっぱ美味しいですね。素晴らしかったわ。で、何が、あ、そうそう、で、今回食べたのがあれでしょ、一番出てるっていう担々麺、担々麺の方を食べて、前回チャーシュー麺でしたね、担々麺を食べて、で、餃子、相変わらずで、いや、びっくりしたのは、あれ、唐揚げだわ。チューリップタイプですか、カリッとですか、ジュワッとですか、味付け濃いめで、これ、本当でしたら、本当って言ったらおかしいけど、ラーメンなんか、ラーメンじゃない、ビールなんか、いっちゃったら、たまんないんでしょうね。あれ1本で、ビールの中瓶1本、いっちゃうぐらいのペースで、いっちゃうんでしょうね、中ぐらいの、しっかりした味付けで、馬賊。
さすがです。麺を売ってる音でしょうな、きっとな。ドッカン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 って音も食べながら聞こえてきた。あ、これ仕上がっていってるぞと、出来上がっていってるぞと、いい感じだったな、素晴らしかった。なんだ、なんか変な感じになっちゃいましたけど、馬賊、浅草の馬賊さん、もう大好き、餃子、餃子大好き、餃子、手打ち餃子、手打ちラーメンの麺の一番出てる担々麺、美味しかった。唐揚げ、スーパースター唐揚げ、今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。また明日。